どうも、寺倉です。今日もミンゴでやっていきましょう。お知らせ詳細、週末はお家でミンゴル、6月20日今日ですね、トーナメントチケットが10枚、スタミナドリンク10個、明日はトーナメントチケット10枚、 MP チャージ10個、まあもらえるものはもらいましょう。はい、今日この枠はまあプロツアー行きますか。とりあえずはい、戻ってきました。今現在88,000、4回勝てばいいのか。まあ平たく言うとそういうこと。いやプラチナ結構きついよな、勝つのって。この感じな。これ両方ともまだカンストしてないので、まあ今日はカンスト会にした、カンストできるかな、わかんないけど。いきますか、肩慣らしていきましょう。はい、誰にしようかな。しのめちゃんは水着です。うん、夏なので。お、ルカワさん2573、レッツゴー。なんかちゃんとしてる人っぽい。女性の可能性もあるか。カフカン、ここはね出したいな。391ヤード、でん14m の風で向かい追い風か。届くかな、向こう岸に。チョーパー379。いい指標になりますね。うまっ。あんまり飛ばしすぎるとアウトになっちゃうな。はい、アウト。180、残り180。さあ、行きましょう。フルスイ。フルスイ。フルスイ。無理か。まあ、相手に合わせるか。イケポチャになったら、ちょっと考えます。まあ初戦なんで最後までやりますか。練習がてら。いや、ちゃんと練習しないと。そこはね、で自分か。
180か。この状態で祝砲を使って、これ結構きついな。入んないね。まあ練習練習。今日は調子が悪いのではないだろうか。ナイスオン。おここに来て、いやいや普通に入れるでしょう。すこぶる調子悪い気がする。すこぶる調子悪い気がする。ここの攻略法ってなんだろうな。封刃。どうしたらいいのか。うま。ファラオ一回挟んどいた方がいいな。よし。多分。ファラオ一回挟もう。悔しい。お。ジャストショットがどうもうまくいかない。こういう時はファラオ行かないと。クローゼット。あとセットコーデもちょっと変えたいですね。ファラオになかなか行かなくなっちゃったんだよな。そのプロツアーの中で。近頃一回しか行ってない。あ、ファラオマウントですね。ファラオでマウントが取れるというファラオマウント会。そちらが。出なくなったんですよね。だからもう暑さ対策いらないんじゃないかと。暑さ対策いらないなら話は別。今日調子悪いね。よし、オッケー。ダメだね。よし。ということで、ちょっとこの装備でいきますか。ツアーに出発。さっきのコースも悪かったなあれは。コースが悪いよ、コースが。あの花風の、どこ狙えばよかったんだろう。低反発で打って、その後普通に2打目決めみたいな。3100のめぐみんさん、レッツゴー。ユンメタル男性かな。ガーボー。さあ行きましょう。
ユイメタルかな、これはここでいいのか、まあいっか、うん、ナイスショット。あさあ行きましょう。おこれでいいのだろうか。相手は2打目狙ってくるのか。そっちが近いのかな。間違えてるのかな。まあ練習がてらで。あ、でも3100の相手だったな。これはアンブレアブル、マイナス888。攻めすぎたんですね、もうみんな負けると思ってたでしょう。みんな負けると思ってたでしょう。ウィンゴルは何があるかわからない。これだよ。自分も負けると思ってました。3100の相手だったし。誰にしようかな。多分来ますよ、リベンジ、リベンジマッチ。今日はいいとこ全くないな。試合感が戻ってないんですね。THKSアンさんということで、レベル90の2809。レッツゴー。こだわってるね。やっぱね、ミンゴルってコスチュームなんだよな。いや、コスチュームの着せ替え楽しいですよね。ハワイアン。ハワイアン、前回失敗したかな。いや、これは前回とは違う。これでいいのかな。んで、フルスイ、フルスイかます。フルスイかませない。これどうやったらいいのかな。こっちか、こっちでフルスイかますわ。いけるか。こうじゃない。よし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 。面白くなってきた。これは面白いでしょう。ナイスショット。いいね。いいわね。フルスイのサイタルも。いいですね。完璧でしょう。フルスイング持っててよかった的なやつ。382。フルスイ持っててよかった。もう自分も例を示しましたからね。何をどう打ったらいいか。あ、二打目か。二打目決めかな。そしたら。ナイスショットです。まだ今日インパクトに若干不安があるんですけど。いいですね。297。狙っては来ないか。せこちですね。まあね、残り300ヤードだから結構むずいんすよね。
8.4 ヤード。ではではでは、ライアシでいいかな。322、183ヤードで322なら、まあ大丈夫でしょう。はい、2勝目かな。決まれば2勝目。1.35 か。何がついてるんだろう。ライアシ 1.3 ですよね。ナイスショット。何がついたんだろう、この 1.35。 0.05 なんだろう。アルバトラス、すごい。なんか変なのついてるな。やった、勝ちました。うん、理想的な勝ち方。今日も頑張りましょう。ちょっと今謎の現象が起きたので調べるんですけど、超パーラージ祝砲セカンドアニバーサリーフォーカスフルスイングジャストチャンス、ジャストチャンス大なんだよな、しかないんですよ。 20% アップ、これは関係ないか。120で。で、ライジングアシストが大か。これか。ライジングショットが打てる。風の影響を受けない。大でちょうどいいのかもしれない。パワー 50% ダウンは同じか。インパクト 40% アップ、あんま関係ないか。ってことはやっぱり 1.35 って何だったんだろう。サマービーチ、インペリアル、関係ないね。プロフェッショナル、紳士淑女のたしなみ。1.35 の内訳がわからない。どこだったんだ。ハワイアンパワー、ハワイ超、あ、これか。ハワイ超ジャストチャンスがあるのか。なるほどね。それでこれか。SPBP35% アップ。ってことは、このトロピカルフラミンゴクラブはめちゃくちゃいいクラブだってことか。このハワイ超ジャストチャンスがあるので、ボールが欲しいな。ボールがあったら SPBP が 40%。 大したことねえけど、まあね、いいっすよね。あ、なるほどね、分かった分かった、そういうことなんですね。今日も頑張りましょう。はい、では第3戦やっていきま、第4戦かな、やっていきましょう。誰にしようかな。第4戦か。愛さん、愛と理科。レッツゴー。対戦したことあるかな。愛と理科、女性かな。どうでしょう。パーファイブ。ドバー、来た。391持ってますよ。風の向きだけ先に見させてください。これは横か。始めます。祝砲。ナイスショットです。145。なるほど、行きましょう。391で
ここに打ったらどうなるか。2打目狙えるかって言ったら狙えないよね。じゃあやっぱまっすぐ打つしかないか。結局フルスイングでもダメなんだよな。ここじゃね？ここでしょ。ですよね。ここでしょ。これこうしとこう。多分うまくいくはず。あんまり前に飛ばなかった。焦った。あんまり前に飛ばなかった。焦った。シュバリエショット、なんすかそれ、なんすかそのショットは。なんか出すらしいな。あーでも今日この人さっき打った時もなんか変な挙動だったから、これマジでこれで決めんのっていうのをやるのかな。っていうのをやるんでしょうね。マジで弱いよ。あ、うまい。ナイス押しとこ。すげえ。これはすごい。130か。130か。120しか出ないな。だから風神しか勝つ方法がない、まあ、風神打つしかないんですけど。173か。これ208だな。風神208、まあ、唯一勝てるのはこれしかないですね。風神208、風神。勝てないっす。まあいや、打つしかない、打つしかないんだ。ナイスショット。打つだけ打つ。外す。うん、いいね。まあ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 、頑張ったは頑張った。あそこか、決めるのむずいな。そんな、うん、はい、負けました。まあ相手強すぎ。ランク7までいったんで、今のですね、なんで負けたかというと、これなんですよ。ロングアイアン、こっちフェアウェイウッドはラフでは使えないので、このロングアイアンは確かギリいけた。あ、フェアウェイウッドもギリいけたかな。これが使えるんだったら、まあさっきのショットも入ったかもしれない。まあそんな感じです。まあ今使えないんで。それでは、続けてやっていきましょう。この試合に負けたらやめたいと思います。パンさん、2660と。うんうん。レッツゴー。バ
弱ポ。一発かな、一発か。の向かいか。さあ、行きましょう。179祝砲で行くか、ライアシで行くか。307、200差か。厳しい。多分こう入ってないでしょう。でもまあ、とりあえず勝とう。ナイスショット。どう？まあこれでね、勝ったとは思わないんですよね。相手が決めるかもしれないので。 1.2 倍か。この辺がね、ジャストチャンスが 1.2 に落ちてるから、まあちょっと残念なところではある。さあ始めましょう。相手が決められるかどうかなんだよな。334、 1.2 だもんな。だからまあ、でもこれ難しいっすよ。これ合わせるの難しい。斜面になってるからね。うまいこといくとまあ決まるけど、これむずいな。外す。これライジングもなんだっけ、あれもやって、うおー、入ってた。しかも 1.3 だった。この方はあれですね、ライジングとホーミングどっちにもしてなかったんですよね。こう惜しいっていうか、ライジングしてたら自分負けてましたね。はい、ダイヤもらいました。ちょっとお相手がリベンジしてくるかもしれないので、もう一回すぐにリベンジマッチしましょう。かずみさん、ゆみさんということで、勝っても負けてもこれで終わりにしたいと思います。運も味方だ。今日運がいいな。運がいい。ものすごく運がいいんですけど。アクポリ、アクポリか。先に打ちたかった。先に打って391を見せびらかしたかったんですけど、391出んだぞみたいな。ナイスショット。2打目狙ってくるかな。 1.4 か。いいですね。さあ行きましょう。それならフルスイング。391、いや文句なしで391出ますね。ああ、まあそらあれがあるからか。ここ OK。 ナイスショット。意味のない391ショット。いいですね。ただ打ちたかっただけ。これ決められたらあれしかないんだよな。おお、うまい。入る。これ入るよね。
なんでそう思った。ジャストでナイス。弱め。弱いな。おお、決まった。ただこれ突き抜けてないな。 1.4 倍つくのか。うーん、突き抜けてない。イーグルス1万。どうしよう。これね、風神か否かなんですけど、風神も打つ必要ないんだよな。 1.25 霊砲。うーん、ライアシンしとくか。これ突き抜けるんだよな多分。だからその場合は勝てると思うんだよね、突き抜ける場合は。とりあえずその可能性がある。307ヤードショット多分勝てると思うんだよな。なんか入ったような入ってないような入ってないような。じゃあこれ最後だからね。あ、弱いな。そして入ってなかった。はい。そんな、もう一回やろう。うん、もう一回行こう。悔しい。そもそもバーに当たってなかった。今日も頑張りましょう。うん、誰にしようかな。これ泣きの一回。でも倍率が 1.4 倍対 1.2 倍だったら負けるのかな。一応検証はしておきたかったな、さっきの試合。エレベル90の3000超えと。アクポリパツ1。風の向きだけ見る。風の向きだけ見ておきたい。あー、向かいか。向かいか。さあ、行きましょう。これはやだな。おお。フルスイングでね、結果が出ないんだよな。トーン行って、トーン行かない。トーン行って、トーン行く。ナイスショット。うん、頼む、行ってくれ。トーン行って、トーン行って、トーン。アンブリアブル。フルスイングダメか。さあ、行きましょう。風だよな、風。うん、いいですね。100351だったね。そしたら低反発ないんだ。マジ。ナイスショット。マイナス520。うん、いいですね。で、相手が先。低反発で置けば終わりか。1メーター以内でナイス。
押します。ナイスショット。よし。うん、ピンク。あーマジかよ。まあどの道だけどさ、これはまずいな。ナイスショット。祝砲か霊砲、祝砲にして上にして、はい、壊れた。ダメ、絶対ダメ。そんな、はあ、まあいろいろあったんでもう一回やります。悔しい。ランク7か、もう少しで使えるようになる。誰にしようかな。やばい、グダグダだわ。ということで、グダグダミンゴルプロツアーにしましょう。今回のタイトル KJ さん2578。雰囲気いいな。レッツゴー。パー5。ピアフィー。391がどこまで生きるか。さあ、15m の向かい風ほんと嫌だな。391の力が存分に出せない。あ、フルスイングある。ティーショットチャンス。これはどうだ、まずくないか。ナイスショット。ナイスショット。 1.5 倍。いけるか。うまいね。よし。202。さあ、行きましょう。フルスイ391。ナイスショット。まあここですな。相手は2打目で決めに行くか。どうでしょう。02。え、何も見てない。7.4。そうっすか。もう初めから狙ってた。うまいな。そんなだったら。まだ右。この辺でいっか。15秒。ナイスショット。
ライアシでいけるか。307ライアシきついかな。一瞬入ったね。一瞬入ったけど、まあいいか。もう無理、もうやめとく。まあ入んないんですけど、とりあえず打ちます。はい、今日はこれで終わりにしましょう。1.3 倍はないとダメかな。はい、うん、あ、じゃあ開けましょう。まあダイヤがあるからいいですよね。ダイヤがあるからよし。まあ鳴らしていこうかなと思います。最後はライジングアシストじゃなくて祝砲で打つべきだったかもしれない。さあ来い。2つか。お、なんかすげえの来た。今日も頑張りましょう。ということで、今日のミンゴルは以上になります。ここまでご視聴いただきありがとうございました。次回のミンゴルもよろしくお願いします。失礼します。